熱血コンサル基礎産業。広島県の社会福祉法人が民事再生へ。この話ね、あのサンフェニックスっていう会社なんですけどね、帝国データバンクにも出てるんですけども、まあ、結構大きい会社なんですよ。負債総額60億ってことで、社福の倒産ってあんま見ないじゃないですか。固定資産もね、優遇されたりとかするでしょ。なんだけどやっぱり倒産するというね。社会福祉法人といえども立地の部分かな、そこでやっぱりいい場所が取れない、マーケットでいい場所が取れない社会福祉法人というのはこういうふうになっていくのかなというふうに思う例なんですよね。僕はいつも企業再生をやるとき、資金繰りに困ってる人もそうなんですけど、主に2つの方向から見るんですよね。再生に値する会社なのかどうかってことと、再生に値する人なのかどうかという、この2つの方向性で見ていく必要があるんですよね。例えば今回の会社でいくと、社長さんはどんな人か分かんないんですよ。これだけ大きい会社の従業員っていうのは守っていかないといけないんですよね。スポンサーが決まったんでしょうね。スポンサータイプになるかどうか分かんないんですけど、まあ、民事再生っていうか借金棒引きするというふうな話になったのかな。例えばコロナの影響とかで一人こうクラスターが出ちゃうとね、開店休業状態になっちゃうみたいな福祉系の施設っていうのはたくさんあって、僕も何件か再生やりましたね、去年とか今年もそうなのかな。やっぱりその自主再建できるかどうかいうところまでとことんお付き合いするんですけども、これ難しいっていう時が絶対来るんですよ。でそういう時にやっぱりこういう風になるというか、その時に何が一番大変かというと、やっぱり人件費なんですよね。人をたくさん抱えてて、人が嫌がることを率先してやってくれるような人たちじゃないですか。奉仕の精神があると言っちゃあれなんですけど、やっぱ社会的にはすごく大切にされないといけないような人たちが働いてるわけですよ。これがもう会社がなくなるからといって、例えばね、売上が下がったから、じゃあ明日から来なくていいよってことになると、前も動画で出したことはあるんですけど、売上を作れなくなるんですよね。施設だけあって売上が作れないっていうことになって、まあ、倒産するっていうような、まあ、話があるのかな。こういう時って誰を守らないといけないかというと、従業員もそうなんですけど、入居者なんですよね。昔これ福岡だったかなの方であったんですよ。事業が継続できません、でも倒産しようかどうしようか分かりませんみたいなね。理事クラスはもうみんなもうあれですよ、雲の子を散らすように逃げてしまってですね、入居者が早い話電気代が払えないから、もう凍え死ぬみたいなね、いうことがあって慌ててこう移転させてみたいなことってよくあったじゃないですか。そういう人たちも守らないといけないっていうことがあって、先手を打った話というか、まあ、早く手を挙げちゃったのかなというふうに思います。こういう話というのは民事再生だからといって暗いニュースのように見えるんですけども、次につながったということの考え方にも見方としてはあると思いますので、そんなに悪いニュースとしては持ってないんですよね。医療介護関係には先行投資分の返済ができなくなり、お金が回らなくなるという事例は多くありますか？よくあるのが建て替えがどうしても発生しますよね。こういう業界って自分のところの資金だけで賄おうとするとなかなかうまくいかないとかね。やっぱりその設備がでかいというか、最初の設備がでかい上にやっぱりリースするようなものも多かったりとかね。あとよくあるのが、他にもそのいろんなサービスくっついてくるじゃないですか。ベッドをレンタルしたりとかね、そういうふうなところまで全部乗っけた上で、じゃあいくらならこの施設は利益が出るのかと、価格が本当に入ってくれるものなのかどうかっていうところですよね。まあそういうところでやっぱりこうスケールさせていかないと儲けることができない。だけど先行投資をするとその回収の目処が立たなくなるというかね。ライバルも同じこと考えてんですからね。だってそういうところでやっぱりどっかで資金がショートするというかね、いう話だと思う。こういう話って結構地域戦略ってすごく大事なんですよね。医療介護福祉っていうところのゾーンだけでなんとかこうやっていこうと思うとなかなかうまくいかないので、やっぱりその地域の人たちとどういうふうな交流を持ってどういうふうな情報を得るっていうところが必要になってくるから、やっぱりこういう会社の社長さんというのは人格者が多いですよね。先行投資をするっていうところはしっかりこう考えた上でやらないと、本当にもういきなり2投目3投目とか、だいたいこう5つぐらいっていうところが結構しんどいんですよ。しかも郊外に持ってるとかね、地域のど真ん中っていうのをブンブンに儲かるところがやってたりとか、だいたい駅周りに多いじゃないですか。
クリニックなんかも往診に来てもらったりとかね、そういうふうなことをやったりするから手厚くなっちゃうんですよ。でも郊外ってなかなかそうはいかないっていうところがあるから非常にまあ難しくなってくる。優勝劣敗が一番進んでいく業界なのかなというふうに思っております。先行投資について検討する際のポイントっていうのは何かありますか？これは損益分岐点だろうね。損益分岐点にいつまでやれば到達するんですかっていうことよね。でそのへこんだ部分、キャッシュバーンってよく言うんですけど、この損益分岐点に到達するところが例えばまあ半年後とかに到達しますと、ここからここまでの間固定費がすごくかかるっていうか、へこむじゃないですか。そこの部分が吸収できるかどうかってことですよね。運転資金、既存の収益力で吸収できるのが一番いいんですけど、やっぱりそうはいかないっていうところが多いから、そこの運転資金もの返済も含めて要は成り立つ事業なんですかってことなんですね。これが一番大事なのがその事業性の検討というかね、いうことなんだろうと思います。あとね、こういう業界って誰かに買ってもらうっていうのも一つありなのよね。あの自分のところの決算書を軽くするためにずっと借りてもらうっていうとなかなかこう要はコストがかかるっていう人もいるから、あのすごく儲かってる会社は買った方がいいのよ。うちのお客さんでもやっぱ買って、だって借り入れの返済で絶対終わりが来るから、あとは全部資金収支になってくる、上振れになってくるんだけど、やっぱりそうじゃない人っていうか、やっぱり元々資金がない人には誰かに買ってもらった方がいいのよね。その投資家の人とかに買ってもらう代わりにあなた何を約束してくれますかってところが約束できるかどうかということだと思います。何かこう新しい設備、これの話だけじゃなくてね、何か新しい設備をするときにはどっかをビジネスパートナーに持ってもらうってことは非常に大事かな。僕のね昔話でねこういうのがある。酒屋さんで不動産投資がすごい大好きな人がいたのよね。よくこうカフェとかやったりするじゃないですか、居酒屋さんとかね、いうことをやったりするときに自分がこの場所がいいなと思ったとこを買うんですよ。買ってやりたいって人にやらせてあげる、設備も一部持ってあげるのよ。だけどお酒は自分のところでいいねで買ってねっていう風なやり方になってるのよね。これが最初やってた時になんかいやこんなんで儲かんのかなと思ってたんですけどね、もうやっぱり何店舗も持ってるとコンサルやったりとかいろいろやるのよ。その人がすっげえ儲けてますよね。お酒を納めていくと大体その料理とかに合うお酒ってこの料理に合うんだったらこんなのが合ってるよみたいなことまで言えちゃうような人なんですね。安定的な収益が稼げれるというか、その人たちがまた2店舗目3店舗目やりたいってことになるといいビジネスパートナーになっていくんですよね。やっぱそういう相手探しっていうのは非常に大事かなと思います。何が言いたいかというと、あの投資家の人っていうのは少なしお金がない人よりも稼げる方法ってたくさん知ってるんですよ。お金を持ってればできることっていうのを結構知ってたりとかするので、その辺のマッチングっていうのはたくさん、まあ僕らもあのプライベートエクイティの方もたくさん知ってますしね、そういうふうなところでお悩みの人がいらっしゃればぜひ一度ご相談いただければと思っております。